この歌は時計の歌とみんな思ってるかもしれないんだけれども、大きな古時計という歌を歌います。知ってますか？はい、あらよかったわ。この歌は大きな古時計なんだけれども、本当はその奥にある意味は命の歌なのね。みんなね、時計をまず頭に思い浮かべてこの歌を聴いてもらおう。いいですか？みんなが思う古時計は丸？四角？三角？丸っていう人、はい。丸い時計、あそこにも丸い時計があるじゃない？ね、僕は四角だなと思う人、はい、手挙げて。はい、私は三角よって人、はい、手挙げて。あ、三角少ないね。細長い長方形と思う人、はい、手挙げて。いいですか？じゃあこういう時計が今この、ホールの真ん中に時計がありますが、もしみんなのうち大きな時計があるとしたら、どこにかかってる？階段のところ、玄関のところ、キッチン、リビング、どリビングにある。大きい、そう、いいわね。何色時計？黒い？白い。ああ、そう、白。オッケー。ん？鳩時計がある。あら、いいわね。じゃあいい？みんながそれぞれ思う時計をまず頭にイメージ描いてください。時計、どんな時計だったかな、どこにかかってたかなと思いながらこの歌を聴いていただきましょう。先生ごめんなさい。どうぞお願いします。大きな古時計だよ。おじいさんの時計
知ってる時計さ、今はもう動かない、その時計100年休まずにチクタクチクタク、おじいさんと一緒にチクタクチクタク、今はもう動かない、その時計。はい、ありがとうございましたね。おじいさんが天国に召されても、時計はチクチクチクタクチクタクと、時はそのまま刻まれて、日々を生きていくわけですね。さあ今度はですね、みんなにこれを覚えてもらって、お家へ帰ったらお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんと一緒に歌ってもらったら嬉しいなという手のひらを太陽にやりましょう。さあみんなじゃあ立ってください。はい、ちょっと冷たかったね、ありがとう。保護者の皆様どうぞポケンと見ていないで、これは自分たちも一緒にやるんだという覚悟でまず一回見ていただきたいと思います。もうこれ知ってる方はご一緒にやっていただいて構いませんの。じゃあお願いいたします。手のひらを太陽にです。はい、手拍子3つよ。ポンポンポン、もう一回。はい、ポンポンポン。僕らはみんな生きている、歌うのよ。そう、僕らはみんな生きている、悲しいのよ。手のひらを太陽に透かしてみれば、真っ赤に真っ赤に流れる。はい、僕の知識、ミミズよ。オケラ、アメンボ、そう、おー力強い。みんなみんな生きているんだ、友達なん。はい、よくできました。元気で力強いですね。保護者の皆さん、ポカーンと見てませんようにあの人何やってるのかしらなんて、そういう、悲しくなりますので、どうぞ一緒にここは乗っかっていただきたいと思います。さあじゃあお友達、今度は向こう後ろを振り返って、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんの方を見て、僕たちの元気なところを見てもらいましょう。一緒にやってもらいましょう。皆さん全員参加でやっていただきたいと思っております。お一人でもやっておられないお方がおいでですと、やめません。最後までやってみますよ。ご自分の年齢やらお立場はここで金繰りつけて、お子たちと同じ年齢になっていただいて、ご一緒に振りをやっていただきたいと思います。それじゃあよろしくお願いします。どうぞ。手拍子3つです。はい、ポンポンポン、もう一回やりますよ。はい、ポンポンポン。僕らは、はい、はい、歌うのよ。そうです。はい、悲しいのよ。はい、はい、そうよ。まかにか、はい、ミミズ、オケラ、アメンボ、みんなみんな、はい、もう一回一番やりますよ。僕らは、はい、僕らはみんな生きている。はい、歌うのよ。そうです。
悲しいのよ。真っ赤に、はい、ミミズ、アメンボ、もう一回、みんなみんな生きて、はい、イントロからもう一回やりますよ。手拍子3つです。いきます。はい、ポンポンポン、もう一回やりますよ。はい、ポンポンポン、僕ら、そうです、はい、歌うの、そうです。保護者の皆さん元気がなくなってますよ。はい、せーの、はい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 、ミミズ、はい、アメンボ。